10日付で松山地方裁判所に着任した稲葉浩二所長が13日松山地裁で会見し、迅速適正な裁判を行い、利用しやすい裁判所を目指し一丸で取り組むと抱負を述べました。稲葉所長は去年12月から松山家庭裁判所の所長を務めていて、当面は兼務します。刑事・家事・少年というものをこう俯瞰して、全体的に見ることができて、それによるメリットというか、こういうことができるという部分も大きくなるんじゃないかなというふうに思っています。最終判断だけでなくてですね、それに至る過程、プロセスにおいて、いろんな手続きにおいて、それは適正である必要があるし、分かりやすいものである必要があります。で、全体として、利用しやすいものである必要がある。また松山家裁で多くの調停を担当した経験から、他の人と議論することで新たな考え方に出会うと述べ、地裁で行う裁判員裁判の意義は大きいと強調しました。稲葉所長は広島市出身の59歳で、東京大学法学部を卒業後、1985年に判事補になり、東京高等裁判所判事などを歴任しました。